ヒデのギターには山瀬まみのステッカーが貼ってある。へえ。実際に確認してみた。それは主にローズ&ブラッドツアーなどで使われていたアメーバーペイズリーのギター。このギターをよく見るとなんと山瀬まみのステッカーが貼ってあるのです。劣化していてあまりよく見えないのですが、使われている山瀬まみのシールはこれです。ヒデさんは以前テレビ番組で好きなタイプの女性は山瀬まみと答えるほど山瀬まみのファンだったようです。ヒデモデルのギターでこのタイプのものは販売はしていませんが、このギターを自身でペイントしステッカーも作り再現している方も少なくありません。ヒデは国民のおもちゃ新発売のキャッチコピーでおなじみ山瀬まみのファンだった。 XJAPAN トリビアの世界へようこそ。登録者数1万人達成記念スペシャル。今回は今まで紹介してきたトリビア37個を全てショート動画にして公開してあるので、その兵ランキングならぬ視聴回数ランキングを発表。そして1位に輝いたトリビアを特別ゲストを呼んで再検証します。それでは37位から2位まで YouTube でちょっと前によく見た方式でランキングを発表します。第1位に輝いたのはこのトリビアです。パタはウィークエンドのイントロを名刺で弾いている。それはアルバムブルーブラッドに収録されているウィークエンド。このイントロはパタ曰く誰かの名刺で弾いている。ピックだとアタック音がなんだなぁと思い、そこら辺にあるいろいろなもので試した。そこで誰かの名刺の端をピックの形に切り、イントロだけはこの名刺で弾いた。ちなみにシングルバージョンの方はピックで弾いているそうです。アルバムバージョンとシングルバージョン聴き比べてみてください。というトリビアが第1位に輝きました。このトリビアには聴き比べをしたいコメントがいくつか寄せられたので、実際にいろいろなもので弾き比べてみました。ヒデさんの音作りを日々研究しているアステラ先生にお願いしました。まずはピックから。次は紙素材のカード。せっかくなのでこんなものでも弾いてみました。僕個人的にはピックで弾くのが弾きやすくて好きです。でもこの名刺素材で弾いた音っていうのは
ピックで弾いた時よりもよりクリーンな透き通った音が出て綺麗だと思いました。皆さんはどれが良かったですか？どれで弾くのが好きだったかぜひコメントください。アステラ先生ありがとうございました。 X 我が命 TV ではそろそろ X ジャパン以外のバンドのトリビアでもやってみようかなと思ってます。もしトリビアをお持ちの方がいましたらどしどしコメントください。採用された方は抽選で。めっちゃ感謝します。